円高が止まりません円は21日にニューヨーク市場で最高値を更新しそして25日わずか1週間足らずで1ドル75円73銭をつけましたで東京市場でもこの流れは変わらず先ほど初めて75円台をつけました市場では26日の EU ヨーロッパ連合の首脳会議を前に ギリシャの債務問題の協議が難航しているという見方が広がっています円はニューヨーク市場で75円73銭の最高値をつけ東京市場でも午前10時ごろ75円台に入りました現在はご覧の水準で取引されています 非常にその陶器的な動きがあの目立っているというふうに思っております事務当局にはもうとにかくあらゆることがすぐに対応できるように準備をするように今日も改めて今あの指示をいたしました安住財務大臣はあらゆる措置を排除せず対応すると為替介入に踏み切る可能性を示唆しました日銀は状況次第で追加の金融緩和を検討する考えです